46分たらテレビやばい、はい、たらびが始まりました。たらびがね、はい、ということで2ヶ月ぶりだそうです。46分テレビの配信なんですけど、前回は46時間テレビの発表を巻物でやってたんだよね。やりました、はい、謎の巻物で発表しましたそうだよね、なんかやることなかったんだっけ本当に46時間テレビやりますよっていうあれだったんですけど、うん、ほぼあのフリートークでした。あ、そうなんだ。じゃあ46分間フリートークでした、うん、まあ、楽しくやりました、ね、なんか、まあ、今日もそんな感じでゆるくねお届けしていきたいと思うんですけど、はい、すごく急ですが、まあ、今日3月20日ということで世の中は卒業シーズンですよ皆さん。あ、そうか突然の話題、確かに嘘みたいなフリートークですけどアイドリングトークが必要ですね。やっぱ温めないと。確かに、うん、日曜日のお昼なんてみんな ね、そっか、もうぼーっとしてるもんですから最悪視聴者を敵に回すもの。あなたがそうとは言ってませんよ。あなた以外の人の話をしてます。ぼーっとしてるから見てるんです、うん、そう私もねいつも休みとかだったらぼーっとするタイプなので、うん、なんですけど卒業シーズンで、うん、なんかみんなが卒業したこととかなんで笑うの？やだ、テーマトークでしょ。そんなテレビみたいなことだって46分テレビなんでしょこれ。タラビじゃないの？タラビもテレビよ何なんかやめたいこととか卒業したいことか、まあ新しく始めたいとかね、なんでもいいけど あります？考えてない。ですかね。なさそう。私弟が中学卒業したんですよ。あ、そっか、うんうん、そっか。そうなんですよ。もう可愛くて仕方なくて。可愛いね。あのすごいやっぱあの貢いでしまうんですよ弟。あ、そうなの。もう何でも買っちゃうぐらい、うん、なんか可愛いから、うん、もうそろそろ弟離れしなきゃなって感じです。それあれなんか頼まれたりするの？お姉ちゃん買ってよって。なんか、まあ、基本遠慮してるんですけど、うん、なんか。いろいろ買ってあげすぎて最近はなんかこう画像とかをポンって送られてくるようになって、そしたらあ OK これねって言って送ったりします。まあ、でも全然遠慮してくれるんですけど。いい子だね。でもそう、いい、優しいんです。すごく気をつけた方がいい。それあんまりやってると本当にあのアマゾンギフト券くれみたいな話になってくるから。なるほどね。私の弟で、ね、たまにそういうこと言ってくるから。そうなったらちょっとやめます。そう、寂しいからそれだと。確かに、はい、水木はあります？私ですか、はい、私、なんだろうな。でも今日ちょっと前髪短くなっちゃって。本当なの？短いですよね。切ったの？切ってないんですよ。切ってないんですけどちょっと巻きすぎちゃって。かわいい。ちょっと前髪短いので前髪短いのを卒業したいですすごいノリで喋ってる。雑だな本当に。日曜の昼なんで何言っても怒られないかな、うん、確かに怒んないと思う。みんなね夢のように忘れてくれるはず忘れてもらってもちょっと困る。アスカちゃんはある？私は今ねずっとミシミシ鳴らしてる。そう、ちょっとうるさいから乗ってるかな。乗ってる？この音乗ってないって。乗ってないか。そうだよね、マイクついてないもん椅子にいいよ聞こえないから。聞こえたところで想像通りの音だから。こういうのをやめたいね。そろそろこうやってふざけんのやめたいかも。アスカちゃんね、うん、日々子供に戻ってますので、ね、ふざけちゃうんだよねいつもね。そう、いいよ、うん、ふざけましょう、うん、そんなアスカちゃんが好きです。ありがとうございますねえ、すぐ照れちゃうのか困っちゃうんですよ。マナさんはないんですか？私卒業したいこと、はい、なんだろうね、いっぱいあるんだろうけど、なんだろう、卒業したいこと絶対考えてなかった振られると思ってなかった。やばい、ちょっとよ、やばい、振られると思ってなかった。自分で話振ってんのに卒業したいことないな。ないか。完璧ですもんね。そう、完璧。確かに。もう悔いなく生きてるから。かっこいい。かっこいい。ないかもしれない。そこは憧れ。え？嘘ばっか言わないの本当に。嘘じゃないですよ。全然先輩だと思ってないでしょ。嘘じゃないです。そういう気持ちはあります。あ、本当に？一応。でも先輩と思ってないでしょ。ね、否定しないんだ。思ってますよ。そんなことないですよ。でしょ？はい、ということでみんなもうざっくりあんまりないのかな卒業したいことはね。なんかここにはね、うん、褒めっこグランプリ乃木坂工事中の話が書いてあって、私と梅で対決させてもらって、うん、やりましたね。あれはどうでした？対決して激テレ企画ですか？どうだ。でも真夏さんが
本当に弱すぎたので、なんか初戦だったじゃないですか、まあ、一発目、うん、1回戦目だったんですけど、なんかもうちょっとやるのかなと思ってすぐ終わっちゃったんで、いや開けなかった。なんか私もね、ちょっと言い訳じゃないけど、はい、一発目にしないでくれたらもうちょっと耐えれたと思うんですよ。あの様子見て、みんながどういう感じで耐えるのかって様子を見て、うん、あなるほどなるほどってやれたと思うんだけど、一発目にされちゃったもんだから普通に嬉しいし、うん、ニコってしちゃって、確かに確かに、ダメだったから次ちょっともうちょっとあと、あもうやんなくていいけどあんな、もうあなたは多分やめた方がいい、本当に怪我しかしないでしょ。そうレイちゃんとさ大滑りをして、で怖いからさすがに放送されないよって思って、うん、あの終わった後にレイちゃんといやよく頑張ったってこう肩を叩き合ってね、でも絶対あんなの放送されるわけないから大丈夫だよって言って、うん、レイちゃんがあそうですよねよかったよかったみたいなで言ってて落ち着いたんだけど、まあ一応ちょっと怖いから見たの、日曜日に放送見てて、あでもないと思って1回目なかったから大丈夫大丈夫と思って2回2週目見て、最後の方になんか足されてるからあやばいと思って、おもろかった。でもしかもテロップにも放送するという罰って書いてある、うん、そんな罰ゲームいらないと思って、マジでね落ち込みました。何日間か、ああいう先輩がいると思ったらなんか励みになるよあんな滑ってる人あんまりだよね、なかなかいなくない、うん、なんか空気が凍ったのを感じたのちゃんとでもなんか真夏さんだけじゃなくてレイちゃんも同じぐらいなあの滑り具合で来たから、なんか目がまん丸になっちゃって見てるこっち、うん、そういう試合だったよね、うん、すごい良かったけどね。いやもうやりたくないですね、あんまりあの挑戦しないようにしようと思いました、変な挑戦は。はい、ということで、うん、じゃあいきますかね。今回は告知してた通りあのお知らせが2つあります。はい、まずは先月行われた46時間テレビに関する告知発表です。じゃあ梅ちゃんお願いします、はい、46時間テレビアーカイブ配信スタート。イエーイ、やったー、嬉しい、お待たせしました。はい、先月ね2月21日から23日にかけて、46時間テレビが5回目が行われました、うん、いよいよねアーカイブ配信が始まるということで、皆さん待ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回は今ご覧いただいているこの乃木坂配信中のチャンネルでブロックごとに切り出して配信していきたいと思うんですけど、うん、第1弾として3月21日明日からメンバー全員分の乃木坂電子台を配信します。見たい、はい、今回もねいろんな企画やってたんですけど、ちょっと VTR でまとめてありますので振り返っていきたいと思います。ではそちらをご覧ください。どうぞ。ここめっちゃかっこよかった。これすごい衣装だと思わなくて、どうぞ一気だな衣装だから見てないからで、すいません、すいません、何も見ないんだから見たんだって、私あっかちゃんの影響で、あなたぐらいなの。本当なんで後輩が見ないの。すいません、そうそうそう、いいけど、あこれもかっこよかった。ちょっと大丈夫、前の方が目立ってるけど。すごいよね。セイミアレイの全力ポジティブ。私何の9時間テレビかレイちゃんがツボ。分かりますね。どうしてもというわけで私の次第ですが、ね、乃木坂随一のポジティブ、周りからもティモンディ高岸さんにキャラが似てると言われることもあり、似てくるもんだってそう言われたのようにポジティブにメンバーやファンの方の悩みをもうすでに割と寄った喋り方してるじゃあそういうのでいきたいと思います、はい、見たかった。せーの、これね尋常じゃない量入れられてたの、たまに本当乃木中のスタッフ信じられない量をわさび入れる。違う違う違う、大丈夫、何、ちょっと水、お水、お水、これが最高。あっちから行かない、そうくれないのよ、お前が。よかった。運動会5ですもんね、直後。超スタイル。本
く前にヘトヘトの状態で、うん、足ポーン、あーやっぱりまたね、ゼンちゃんすごいじゃん、そうだよね、めっちゃ遅くに寝た方がいい時間に戻してる、はい、みんな同じ衣装、中でね練習してたもんね、鳥を見て思う、ありがとうございます、あーこれすごかった、あ本当にびっくりしましたね、全然気づかなかった、確かにこれ気づかないわ、めっちゃ見てるけどね、めっちゃ見てたけど全然すごい溶け込んでる、すごいね、えでもめっちゃもうやだ、うん、はい、ということでダイジェストをご覧いただきました、はい、さあね、これか、うん、こちらですね、ちょっと異常に見づらいんですけど、すごい文字太はい、こんな感じでラインナップみんなの電子台になっております、見えますか、見えます、ね、みんななんか覚えてるのとか気になってたのある、あー、どれだろう、いろんなのあったけど見えなかったのも多いかな、そうなんだよね、意外とね、うんうん、私やっぱねアスカちゃんのを見て、うんうん、浅草キッドを見てなかったんだけど、うんうん、その前にアスカが勧めてくれてたんだよ ね、 浅草キッドいいよって言ってくれてて気になってはいたんだけど、うん、まだ見れてなくて、うん、でアスカのタップを見てからこれは見てみようと思って、うん、家帰って見てみたら、あのアスカの方先に知ってるから、うんうんうん、あ衣装本当にこんな感じなんだとか、そうなのよ、あとはタップした後本当にこうやって寝っ転がるんだみたいな、ね、そういうシーンが、うん、一緒だってなったから、うん、なんか先に浅草キッド見てからアスカのも見てみたかったなって思った、うん、嬉しい、うん、だこのもう一回知った時点で、うん、あの配信中でこうアーカイブ残るから確かにね、そう見てみたいなって思いましたね、うん、確かに、うん、練習はめっちゃしてたよね、まあ、めっちゃしたけど、うん、でも先生に会えたのが3回しかなかったから、あそうなんだ、そう空き時間でやるしかないな、そのタップシューズをさ家で鳴らすわけにもいかないから、うん、そうだね、そうそうそう、だからまあすごいちょっとみんながいるところで隠れてやってた、うん、すごい、いやかっこよかった、めちゃめちゃ、いやいやいやセンスがね、でも誰も見ないから、うん、私後輩に一人も言われてないよ、あれ同期だけ言われたの、あららら、気持ちはあるんですけどねなさそうだよ、顔がみずきもねやってたもんね、盾を、盾やりましたね、どうだった、私も初めてだったので盾をやるのが、うん、でもいつかやってみたいなっていう気持ちもあって、うん、まあ、やったんですけど、まあ、46人ギリだったので、うん、やっぱ企画として46を立たせたいじゃないですか、うん、だからでもちゃんとキラレ役のこうプロの方3人しかいなかったんですよ、あそっか、他の方はもうぶっつけ本番で、うん、メンバーとかとその辺にいたスタッフさんにお願いして、うん、すごいそうちょっとキラレてもらえませんかっていうお願いをしてやったけど、うん、でも本当に皆さんすごくこう頑張ってくださって、うん、なんかどうにか46人切れたのですごい切りがいがありましたね、ね、かっこよかった、なんかお仕事につながりそうだもんね、うん、いや確かにね、全然楽しかったです、久米は気になったのあります、私はやっぱカッキーの絵かな、うんうん、46時間でメンバー全員の絵を描いてたやつは、うん、もう本当に感動してしまいました、うん、なんかずっと本当にそのみんながいろんな企画やってる中でずっと座って描いてるから、うん、多分本当に全然多分休めなかっただろうに、あんなにこう素敵な絵をこう描いてくれてとっても嬉しかったし、うん、本当にさすがだなって思いましたね、ね、カッキーの絵、なんかみんなこのさタイムフライズのジャケシャのね、うん、衣装を着てるのもまたいいよね、うん、なんか本当に似てるし、うん、一人一人、うん、ちゃんと似てた、梅もめっちゃ似てたよね、私すぐ自分でもあこれだって思うぐらいめっちゃ似てたので嬉しかったです、ね、いやすごいよね、うん、私あのやっぱマーヤのやつもうん、ね、ね、面白かった、私あのリアルタイムでちょうど見れなかったんだけど、うん、でずっとマーヤに何やんのって聞いたらずっと料理を生でやるよって聞いてて、うん、でまあ信じてたの普通に普通に
いちいち嘘つくと思わないじゃん。したらそこは隠してたらしくて、すごい梅のやつにもお邪魔してたよね。私本当に気づかなすぎて、うん、なんか確かにちょっとぎこちなかったんですよ、マヤさん、店員さんが。だからあ、結構新入社員のなんかは始めバイトの方かなみたいな、新人さんかなって思ってたらまさかのマーヤさんで、私しかもこの時その自分の放送中あのライブのリハーサルで見れてなくて、うんうんうん、そのメンバーにえ見た見たみたいな、マーヤさんいたんだよみたいに言われて、え知らない知らないみたいな、そっか、びっくりしました。ネタバラシもされないんだね。されなくて、うん、その本当にその時まで、びっくりしました。面白い、なんかああいうのいっぱいやってほしいよね、うん、あっちこっちにいるみたいな、マーヤが面白い、ね、溶け込んで、うん、いいですね。そうですね、あと真夏さん、私はね一輪車に乗りました。そうですね、見た見た見た、うん、そうスタジオで見てました。そうなの、ちょっとね運動神経あんまないんだけど急に運動やりたいなと思って軽い気持ちでね言ったんだけど、だいぶ後悔した。元から乗れるの、小学校の時になんか友達がくれたのかな一輪車、それでちょろちょろって乗ってたんだけど、まあ、小学校の記憶ではさ今乗れると思ってるから、うんうん、今も行けると思って用意してもらったら全然乗れなくて、いやむずいでしょ、難しい、そう、あと自転車乗れないからさ、うん、あの一輪車の方が簡単だって私は思ってたんだけど、うん、なんかどっちも難しい。あれ乗れたら自転車乗れそうって思っちゃった、うん、絶対乗れますよ、ね、なんで自転車に乗れないんだろう。なんかね小3まで乗れたんだけど小4から乗らなくなったのねで小5の時になんか乗ってたら電信柱にぶつかってちょっと走っただけで、であと林みたいなところに突っ込んじゃってやめたの、ね、向いてないね。全然練習付き合いますよ本当に、後ろ持ってくれるよお父さん行きましょう、ね、乗れるようになりたい、うん、そういろんな企画をやりましたんで、これがアーカイブとしてね明日3月21日に乃木坂配信中のチャンネルで公開になりますので、うん、皆さんもう一回見たいっていうの多分あると思うのでね、うん、ぜひぜひチェックしてみてください、うん、はい、はい、あとは楽しみ他にもねいっぱい企画やったもんね。ありました ね、 ね、バナナマンさんとの表題曲ベスト10、 あれは盛り上がったね、すごく、ね、盛り上がった、ね、バナナさんも言ってたけどさ、すごかったわ、なんかあのコーナーが一番盛り上がったんじゃないって言ってたじゃん、それぐらい盛り上がったよね、楽しすぎて、なんかあのちょっと遅い時間っていうのも良かったよね、わかりました、ちょっとみんなハイになってる状態でバナナさんが生放送で来てくれるっていうの、ずっと言ってほしかったですよね。あとは運動会か、3チーム分かれて運動会大変だった、うん、バキバキでしたよね、バキバキだった、ね、痛くて痛くてしょうがなかったですね。だってあのなんていうんだっけ、うん、チーム対抗リレー、はいはい、でさ一周丸々走るってあんまなくない、確かに、ね、半周だと思った、普通半周交代確かにきつかったびっくりしちゃった、普通半周ですよ ね、 ね、どんぐらいあったんだろう距離、しかもなんか幻のように武井壮さん来たよね、確かにちょっと忘れかけてたけど、うん、確かに来て走っていなくなったもんね、で帰ってたもんねめちゃめちゃ早かったですけどね、そうだね、うん、松尾ちゃんも早かったね、早かった、早かった、うん、すごい活躍してましたよね。これチーム一緒だった人いる誰か、うん、山一緒だ、飛鳥さんも一緒だ、あ、ね、一緒だったか、あ、そうなんだ、そうですよ、真夏さんだけサッカーチームですね、あ、そうだ、どこがよく覚えてるね、どこが勝ったんだっけ、松尾ちゃんのチームなのでのチームじゃないですか、のか、だから誰も勝利者がいない、勝者ないんだね、そうなんだ、じゃあのイチゴを食べた人いないのかいないです、あ、確かにね、イチゴだ、ね、はい、もうこれはいつの話ですか、1ヶ月前ですよね、忘れちゃった、忘れちゃった、忘れたことがありすぎて、ね、もう忘れました、 あとはね人狼いつも通りやったりとか、うん、あれ出てたよね、出ましたね、あれ出てた、出てて出ました、出たよ山、ね、出ました、私と山は出てたね、うん、はい、ね、でも違うチームでしたよね、違うチームだった、チームとかないの、そう前半後半みたいなね、あ、なるほど、前半でした、前半でした、じゃあ後半でした、もう覚えてないでしょ人の記憶に頼ってるのじゃあ後半でした、人狼やっぱ面白いですよね、面白かった、うん、あと、プレイルームか、あ、面白
かったプレイルーム。すっごいゆるかったよね。ゆるゆるでした。私たちなんか変なゲームしてたよね。めちゃめちゃ楽しそうでしたよね。水溢れさせちゃいけないカッパの変なゲーム。やったやった、いい、楽しかった。でもなんかあんぐらいさ、ゆるいのがいいよね。やっぱ46時間っぽくて、うんうん、やっぱしょうもないことできるコンテンツって限られてくるもんね、うん、いいな、いいよね。え、色にもプレイルームですか？そうだ、あ、そうだよね。色にやってましたよね。あれは違います。プレイルームアスカが変なことしだしたやつ。あれもめちゃめちゃ楽しそうでした。難しかったルールが。いや難しくないから色にって簡単なのよ。ドンドンすごいね。もうすぐ抑えに行こうって鬼なのに切ろってバッて。だって分かんなかった。それがすごい絶妙な、ね、本当だ、倒れそうだね。そのうち倒れると思うわ。直しなさい。思ったの。はい、それが全部見れるんですね。そうなんですよ。これがブロックごとにね公開されていくので、うんうん、多分その運動会だったりね、そういう他のパートも出ていくと思うので皆さん楽しみにしていてください、うん、はい、はいはい。それでは2つ目のお知らせに参りましょう。じゃあ水木お願いします。はい、29枚目シングルアクチュアリーのミュージックビデオが完成しました。ようやく。はい、このあと14時もう本当あとちょっとかな、30分ぐらいかな、うん、で乃木坂46公式 YouTube チャンネルの方で、この配信中の方じゃなくて公式 YouTube チャンネルの方で、うん、アスカとね、うん、瑞希がダブルセンターバージョンのミュージックビデオが配信になります。お、イエイ、はい。今回は監督を務めてくださったのが、東志敦則さん、うんうん、最近だとあのごめんねフィンガーズクロスと撮ってもらったりとかね、うんうんうん、よくお世話になっているんですけど、はい、この2人のミュージックビデオが解禁されるということで、はい、こっちのバージョンはですね、あの中西アルノが活動自粛をしたっていうことがあって、うん、で、まあ、アルノが戻ってくるまでは私たち先輩たちでこの曲を皆さんに届けていきたいなっていう、広げていきたいなっていう思いもありますので、うんうん、そういう思いで、そのためにアスカとミズキのダブルセンターバージョンで新たなミュージックビデオを撮らせていただきました、うん、はい。これはね、完成はみんな見たよね。見た、見ました。かっこよかったね。かっこよかった、うん、なんかでも今までにないさ、葛藤の割り方というかさ、うん、なんかシャッ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 っていう感じ、なんて言ったらいいの、見てもらったら分かるんですけど、2時に2時にそう、なんかね、ちょっと何回も見たくなる感じ、うん、何回も見てこのシーンあれどうなってんだろうっていうのをチェックしたくなる感じが私はあったなって思った。だしさ、やっぱちょっとこう踊り慣れてから撮影できたじゃん、うん、確かに。だからなんかみんなもちょっとこなれ感あるというか、そうだね、それぞれのアレンジとかも加わった状態のが見れるから、それは好きだったかも私、うん、そうだね。最初のなんかあの振り入れの直後っていつも結構ね、振り付けの方に必死だから表現っていうよりはやっぱり踊りの方に集中したりするけど、その良さも出てますね、はい、はい。ということで、何分後なんだろう、あ、25分後だって。まだだね。配信されるミュージックビデオとなります。 35? 35? まあ、35だった。35分でした。2人はどう、見てみて、どうですか。私、はい、私なんかあのセンターをあのアスカさんとやらせていただいて、ごめんなさい、うん、なんかとか言っちゃったんですけど、あの2人でやらせていただいて、うん、なんだろう、なんか、まあ、歌番組で初披露が生放送だったりとかして、うん、なんかみんなのこうやっぱ気合もすごく、うん、まあ、いつも以上になんか入ってたなっていう感じがして、うん、その後にやっぱ撮ったミュージックビデオだったので、うんうん、なんかよりこうなんだろうな、メンバーの熱意を感じる一日だったなって思いましたし、うん、なんか本当にかっこいいし、なんかみんな頑張ってたなって、うん、本当にすごいなって思いました。なんかすごいだってさ、めっちゃ早かったよね、進むの。なんか一回カメラ回したら、うん、はい OK ですみたいなのが多かったから、そうですよね、OK テイクっていうのかな、うん、がすっごい多かったから、確かに、うん、まあ、みんなの気合が出てたんか ね、うん、そうかね。そうだね、やっぱ振り入れ直後だったら固まってなくて、振り付けがもう一回とかっていうのを繰り返すこと多いもんね、うんうん、珍しい。そうだね。梅はどうだった？みんなの顔が好きでした。あの表情、うん、やっぱりダンスもすごくもちろん
あの気合い入れて踊ってますけど、割とこうアップのカットとかも多かったんで、なんかそこのみんなの表情がすごく好きだなって思いましたね。なんか、まあまあ、ちょっと注目してみてほしいです。とにかく普段の歌番組とかとはちょっと違った表情とかもしてるんじゃないかなって感じなので、そうだね、割とこうみんなのスッとしたかっこいい感じの表情とか、なんかそういうのがなんか盛りだくさんに詰まってるし、みんな めちゃめちゃちゃんと映るじゃないか、一人一人が、なのでそこも楽しんでもらえるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃ あの私たち個人的な見どころ一人ずつ発表していきたいと思います。はい、誰からいきますか。我こそはという人。我こそは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 じゃあポンポンポンじゃあ私行きますか。あ、そうですね、ありがとう。じゃあ行きますね。はい、じゃん。新宿の三角広場です。まあ、これは撮影場所ですね。なんでそんなに笑うの。じゃあ裏見せて、裏見せて、裏見せたらこっちでもよかったんだけど、あれ三角広場、間違いすぎない、三角広場、広三角、広三角何広三角、こっちです、こっちです。はい、三角広場というところで撮影したんですよ。うん、あのまあ大きいホールみたいな、ホールっていうかまあ広場みたいなところで撮ったんですけど、ここでまあ撮影されるのが初めて、みたいなんですよ。そう、割とすごく開放感があって、すごく綺麗なところ、光の入り方とか、まあもうすごく綺麗な場所だったので、なんか開放感がある広い空間で撮ったので、そこがすごく素敵な感じになってます。はい、ね、上がなんて言ったらいいんだろうね、ガラス？はい、ガラス。天井がガラスだったか日が入る感じでね。そうなんですよ、もちろん昼と夜で景色が違って、で、あれ違いましたね。なんかスタッフさんがの照明ももちろん綺麗なんですけど、自然なこう光もめちゃめちゃ綺麗なので、そこが注目かなと思います。はい、はい、じゃあ次、みずき。はい、私は山ピタ。はい、でれん、ドローソ。ドローソ、ドローソ、ドローソ、何ですか、ドローソ。ドローンですね、これは。ごめんなさい、ドローソになっちゃう。ドローソじゃなくてドローンか。ドローンです、うん、あのドローンを使ってこうダンスシーンを撮影したんですけど、本当にメンバーのこう間とかはシャンみたいな感じで、すごかった、すごかった。撮ったり、あとなんていうのか、360度カメラ、うん、なんか棒の先にこうカメラがついてて、なんか特殊な感じの、あのカメラとかも使って、なんか笑ってる。何ですか、何ですか。どうした、アスちゃん。どうしました。思い出したんだ。思い出しちゃうね。なんか360度カメラツボなの、いつも。確かに。いつも笑っちゃうの。あのね、それも、あの、あれ。ゴメフィンでしょ。そう、ゴメフィンの。もうそれも通したんだ、通したんだ。あ、そうだ。あの時のさ、あの虫取り網の少年みたいな人がいたんですよ。伝わらないと思うけど、それはね、少年と言いつつカメラマンさんですけど、全然のカメラマンさんなんだけど、そう、今回セグウェイみたいに乗ってましたよね。そう、すごい、めっちゃハイテクだったね。ね、かっこよかった、あれすごかった。いろんなやっぱこう特殊なちょっとカメラを使ったりとかして、こう本当動きある感じの映像になっているのがすごくかっこいいです。かっちょいいね。ドローソ、ドローソね、ドローソ、はい、はい、じゃあもうサクッとアスちゃん言っちゃいますね。私は、あ、薄いな、夕日です。え、ボールペンで描きました。違う、ちゃんとこんぐらいで見えた。うん、あ、その透かしみたいな。お札の道夕日、夕日です。夕日、夕日、これは、これはあの実際の夕日じゃなくて、うん、こうその三角広場でなんか大きいモニター映せるところがあって、うんうん、そこにデジタルでこうまん丸を出してたのが、うん、まあなんかそれ自体がかっこいいとかっていうのはちょっと私のセンスでは分かんないんだけど、うん、その光がなんかみんなの顔にこう反射してたりとか、うんうん、でその夕日もなんかビビビビってなんか 動いたじゃん、動いてた、そうそうそう、あれとかがちょっとなんかかっこいいし、この曲調に合ってる感じがしたなと思って、うん、これが見どころポイントです。いいよね、なんかあの夕日のシーンになったらまたみんなのさ、な、踊り方もなんかグッと強くなる感じとかがあったよね。強かった、強かった。吸い込まれるかと思いました、うん、ん、吸い込まれるかと思いましたね。吸い込まれちゃったの。はい、目だけ吸い込まれてるのかな。何でもないです、失礼しました。はい、じゃあ私、じゃあマナツ、はい、私の見どころはこれ、はい、手をつなぐ。お、お、
はい、あの踊るダンスシーンが基本的にはメインのね、あのミュージックビデオになってるんですけど、そのシーンで曲が流れてる最中でこうメンバーが輪になってこう手を握っていく、順番に手を握っていくっていうシーンがあって、なんかそこがなんか私たちの絆みたいな感じとかが、あのミュージックビデオ見ると感じ取れるので、なんかいいシーンだなと思って、私はお気に入りのポイントです、うん、はい、ここは確かになんか手つなぐのもさ、うん、まあ、夕日も下手したらそうかもしれんけど、うん、ファンの人のなんか解釈がいろいろできる余白がちゃんとある、うん、あ、そうだね、確かに、うん、なんでつないでんのかもなんか多分人それぞれじゃん、うんうん、だからそこを楽しんでもらえたらね、うんうんうん、特にね正解があるっていうわけではないから、うんうん、皆さんがこう見てみて、あ、これはこうじゃないかって広げてもらえたら嬉しいなと思いますね、うんうん、はい、うん、はい、さあ、ということで配信はまだね時間はあるのでおしゃべりしていきたいと思うんですけど、うん、あと何しゃべろうかな、うん、いや、なくなったわけじゃないんですよなくなったわけじゃないんですあともうちょっとか、何しゃべる、そうなの、なえ、撮影のなんか大変だったこととかある、あ、大変だったっけ、基本ほんとダンスシーンだったもんね、うん、そうね、ダンスだけだね、踊ってましたね、ずっと、あ、でもなんかあれじゃない、すごいスタッフさんが気を利かせて、うん、なんか暖房つけといてくれてたけど、私たち暑すぎて、うん、私とかも暑いから、あのアイス買ってほしいって言ってアイス買ってもらった食べてたねもうあの日幸せでしたね、なんか、うん、そう、ご飯が美味しかった、ご飯、ね、いっぱい、やっぱ新宿だからいっぱいあるからね、いっぱいあるんですよ、しかもなんか監督がカレー、あ、いっぱいある、かわいかった、そう、あの各所のなんかレトルトカレーみたいなの持ってきてくれて、うん、温めて食べてくださる、カレーに踊る乃木坂フォーティシックスって書いてあった、ね、そう、なんかそういうのにすごい元気をもらって一日頑張れました、うん、ありがたいです、美味しかった、あ、私あのレトルトカレー大好きで、食べてた、ね、食べてたでしょ、うん、一人で温めて、おー、やってたやってたそうなの、美味しかった、美味しかったですね、ミュージックビデオはなんかご飯も楽しみだよね、うん、楽しみ、もずっと食べちゃうよね、食べちゃう ね、あの日もなんかアサイも寿司入れてもらって、うん、みんなで食べたりとか、うん、サラダもあったし、サラダもあった、ね、お弁当もカレーだったし、確かにカレーだったね、美味しすぎました、ね、美味しかった、そう、ずっと食べてるんですよ、ね、食べちゃいました、そしてですね、あの今回のアクチュアリー、はい、ではあの中西アルのセンターバージョンのミュージックビデオが CD の特典映像として収録されます、はい、はい、そちらはですね、CD には今日のこの後公開される、2時から公開されるアスカと水木のダブルセンターバージョンのミュージックビデオバージョンは、うん、あの収録はされないんですけど、うん、中西アルのセンターバージョンのミュージックビデオが CD に収録されることになっています、うんうんうん、今回のミュージックビデオは映画の監督の黒沢清さんが監督をしてくださいました、すごいよね、めちゃめちゃ豪華で、でそのミュージックビデオの前にくっついてるドラマパートが20分ぐらいあるんだよね、そう、ね、しっかり、はい、すごい1日かけて撮りました、どんな内容、まあ、主に私と山とアルノの3人が出てるんだけど、うん、本読みとかちゃんとしたもんね、4回ぐらいしましたね、結構したよね、そうなんだ、やっぱ映画の方だから、うん、そこはこう妥協もちろんあちらもしないしこっちもしたくないし、うん、っていうので4回ぐらいちゃんと本読みもして、うん、多分あるのはもうちょっと何回も重ねてやってたはずだから、うんうん、めっちゃガチだったよね、ガチでしたねそうなんだ、映画撮ってるみたいでした、うんうん、なんか今回珍しくね、私とか梅とかはその内容はあんまり知らないんだけど、うん、その3人で繰り広げる感じだったもんね、そうですね、そうね、でもなんか役柄的には結構リアルに近いというか、うんうんうん、その本当に、まあ、アイドルの世界でアルノちゃんが新しくこうグループに加入してきた子っていう立ち位置で、うんうん、すごいリアルだけどでも内容的には結構フィクションな感じで、まあフィクションだね、うん、そもそもやっぱり黒沢さんに作っていただいてるから、うん、そのなんかこっちのあれこれを察してこっちに寄せて作ってくれなんて言うわけないじゃない、うん、そうだね、だから もちろん黒沢さんが作ってくださったんだけど、うん、まあ、内容的には、うん、1月ぐらいに撮ったから、うんうん、そのまあ、
言っちゃえばこのアルノの自粛、うん、発表した時期よりはもう全然前に撮ってはいるんだけど、うんうん、いわゆるその役が現実にリンクしてるから、ね、内容もそういう風に捉えられちゃうような内容にはちょっとなってるかもしれない、うんうん、偶然ね、そう本当に偶 然, 偶然そういう流れに本当に偶然、うん、1月に撮り終えてるんだけどっていう形ではあるけど、まあそこもね、うん、まあ、その作品としてやっぱ素敵なものだと思うから、うん、普通にCD 買った方には楽しんでもらいたいなと思いますね、うん、はい、むしろだから CD 買ってくれるのって多分私たちを好きな人じゃない、うん、だから私たちを好きな人に見てほしいし、うん、そういう人が見てくれたらなんか分かってくれるんじゃないかなって思っちゃ う, そうだ、ね、作品性がすごい高いから、うん、なんか別にこういうさ今の状況とかをなんか揶揄して作るなんてそれはしないじゃん、うん、私たちも、うん、だからちゃんと一個の作品として理解してくれるんじゃないかなとは思う、うんうんうん、確かにやっぱこの10年間やってきた間でそういう何かに左右されるってことは基本的にやっぱりなかったし、うん、作品として一個ずつ大切に作ってきたし、うん、今回のこのアルノバージョンのもあのアスカと山下バージョンのやつもどっちもね監督さんがすごい気持ちを込めて作ってくださったので、うんうん、そこをね一つずつ作品として楽しんでもらえたら嬉しいなと思います、うんうん、はい、どっちも大事ですね。さあということで、うん、どこまでだったっけ、はい、ちなみにあの他の曲のミュージックビデオも公開されてますけど、うん、ね見たよ何個か、ね、新花の2001年組価値あるもの、うんうんはい、これは二十歳成人式か、うんをね、成人を迎えた久保とたまちゃんとれのとさくちゃんかきちゃんやんちゃんゆり、りかちゃんの、うん、1,2,3,4,5,6,7 人ですね、うんうん、1,2,3,4,5,6,7,8 に見えるな、あれ数えられなかった誰本当だ誰か普通に8人のね、はい、これさ私だけかな思ったのなんかね一人ずつねこのソロパートがあって、うんうん、歌声も聞けるし一、うん、人ずつの顔がしっかり映ってるからすごい見応えあるなっていうのと、うん、あと個人的に思ったのがサビに入るところの、うんサビのダンス最初のとこがなんかカズミンが踊ってそうと思ったのえ誰かわかんないかなあでもわかるかもなんかねあのトゥットゥットゥンってとこねトゥットゥットゥンをやりそうなのめっちゃやってそう、ね、そう思って見てほしいもう一回めっちゃわかるそう、ね、フリッシュもいつもお世話になってる方の先生なので、うんうん、なんかいろいろ込められてると思いますね、うん、カッキーの振り付けとかもなんかちょっと IC っぽさがちょっとあったりとかも、うんうん、するんじゃないかなと思ったんですよね、うん、そっかそうなんだし、うん、いやなんかそういう注目ポイントで私は見ちゃって一回過ぎ去った後にえなんかカズミンっぽいと思ってこうやって戻って見てたからぽいぽいやっぱなんかこのメンバーが二十歳迎えるってたくさんいるけど、うん、なんかこっからすごい安心だなって思うよ ね, ねまだ二十歳かみんな、ね、花たくさんいるし、ねね、確かに分野で活躍してる子たちが、うんうん、個性豊か、はい、あとは届かなくたってアンダーグッドですねこれはいい曲だった、うん、いい曲だよ ね, ね今回センターはデンちゃんデンちゃんねいいよねうれぴーどうですかみんな感想は。いやでもめちゃくちゃかっこよくて、うん、なんか一回聴いただけでメロディーがもうずっと頭に入ってきて、うん、ずっと頭でイントロずっと流れてるんですよ、うん、でなんかあのちょっとなんて言うんですかね何の音なんだろうちょっと機械的っていうんですかね、うん、感じが、うん、なんかちょっと電っぽくて、うん、あ確かにねっぽいよねしかも MV もなんかちょっとマネキンチャレンジみたいなじゃないですかめちゃくちゃ電っぽい楓にぴったりって思いました、ね、確かに本当楓らしくて、うん、めちゃくちゃライブでも盛り上がりそうな、ね、確かに曲でかっこいい曲もねスランダライブありますしね確かに楽しみ、うんうん、なんかするのかなマネキントップオブマネキンだったなって思うのが私的にリリアで分かる、ね、私も分かるすごかった近い位置ですよね、うん、あんなマネキン上手い人いるだってマネキンになりながらリップしてるじゃないですか、うん、すごかったよなすごいですよねなんか口以外を全部固められるんだと思う本当にすごいあれはすごいすごかったしかもワンシーンだけじゃなくてさ結構いっぱい映るじゃん、うん、どのシーンを見てもさ分かるちゃんとマネキン近い位置だった、うん、めちゃめちゃ分かる超すごい
あれはねめちゃめちゃ向いてる、うん、顔も人形さんみたいだしね。そうだね、確かにチュルンってしてて、うん、いいとこし、はい、はい、ね、そしてもう一個忘れないといいな、うん、キーちゃんのソロ曲ですね、うん、はい、このね楽曲シングルの制作には参加してないんだけど、うん、ここのソロ曲には入ってるっていうことで、うん、私なんか見ててやっぱ寂しくなっちゃうね、うん、なんか最近さやっぱお仕事でさもう会わないじゃん、なかなか会わないですね、ナクチュアリーで動いてるから私たちってなるとなんか連絡も取ってなかったから、うん、ミュージックビデオ見てすぐ連絡したらすぐ帰ってきて、会いたいってお互い言ってて、かわいい、なんかちょっと切なくなっちゃった。うん、そうね、うん、素敵だったな、ね、みなこさんの歌声大好きなんですよね、うん、なので嬉しいです、一曲まるまる聴けるっていうのも、うん、ねえ、うん、そうだよね。でもさあのチップのさリード、うん、出てきてたじゃん、うん、ずっと、うん、あれってさひなこが本当にめっちゃ大事にしてるっぽくてさ、うん、あ、そうなんだ、うん、そうだからなんか多分わかんないけどスタッフさんとかも多分素手で触ったりとかしてないはずなのよ、うん、そんぐらいすっごい大事にしてて、私そんなにペットを大事にできる人ってなんかなかなか見たことないと思って、あの MV 見てさらになんかどんだけいい子なんだろうこの子って思っちゃった。本当だね、うん、すごいよね、すごい愛を感じるもんね、うん、愛深いよね、うん、めっちゃね、ワンちゃんとか飼ってるね、うん、ペットに対して、素敵です、いやー、はい、ね、寂しいけど、うん、ライブもね、あるからね、キーちゃんの、うん、来週か、うん、すぐだ、はい、来週だ、今週ですね、もう、あ、そうなんだ、そっか、ですね、週変わって、うん、うん、はい、あっという間、うん、はい、楽しみにしてください、はい、楽しみです。さあ、というわけで、もうちょっとで生配信終了のお時間だそうです。あ、寂しい、ゆるくお届けしてきましたけど、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。どうでしたでしょうか。どうでしたでしょうか。どうかな。あれ？マイクが。マイク。聞こえますか。聞こえますか。みんな聞こえる。みんな聞こえるかな。私？え、みんなかな。あ、あら、じゃあ私たちがマシンガントークしなきゃ。真夏さんと飛鳥さんのマイクがちょっと、あら、なんか今不調でございまして。じゃあちょっと。ねえ、確かにいつからだろう、大丈夫かな、さっきよかった、すいません皆さんトラブルが起きてしまいました、トラブルです、マイクトラブル、日曜の昼なんでこんなこともありますね。こんなこともあります、はい、この後のねやって全然アテレコできるんで、確かに動かしてもらえれば喋りますよ、はい、え、どっちやる、どっちやる、どっちやる、どっちもいい、じゃあ私アスカさん、OK、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。マナッタンだよ。アスカリンだよ。アスカリンだよ。私はわかんないわ。私アスカリンだよ。あ、治った。治った。恥ずかしい。バカみたいじゃん。治ってんのに。恥ずかしい。やってくんないし。いよいよもうダメだこれ。もうこれてきた。ダメだって。本に載せちゃダメだってば。おしゃれを極めて。はい、すみません。ちょっとトラブルが最後の方起きましたが、あのマイク戻りましたので。はい、よかった。大丈夫ですか？我々の話は聞こえてますか？聞こえてますか？聞こえてるよ。聞こえてるよ。喋ってくれて。はい、ということで。楽しめました。言い残したことないですか、最近で一番楽しかったことです、この放送。また本当大丈夫、やめたもうさ、いつも変なことなんでそこだけ長いの、ホイール版が確かに絶対にここ頑丈な壊れない壁が、山なんてもうダメでしょ、近づいちゃう、本当どういうこと、突き破っていっちゃいますよ、ゆるいですけど、もうあと15分ぐらいで、うん、あの瑞希とアスカのミュージックビデオの方、うん、解禁になりますんで、はい、何のミュージックビデオみたいごめんね、確かにユニット曲、確かにユニット曲、よかったな、よかったよかったな、私はもうボケボケすぎて、ナイスフォロー、みんな出てます、あの選抜メンバー出てますので、楽しみにしててください、うん、かっこいい、さっき言ったね、私たちのこのポイント、うん、あの 4つありますんで、そういうとこにも注目していただいて、はい、お願いしますわ、はい、
はい、ありがとう言う人ね、誰が三角広場と、じゃあ映るように角度、もう何も映ってないんですけど、ここ今たくさんありますので、何も映ってない、はい、あと46時間ですけど、ありがとう、はい、多分ね、推しメンたちの顔ちゃんと映ってると思うか、こうね、何回も見ると、うん、より楽しめるかもしれないです、うん、はい、普段のライブと違うまたかっこいい表情なので、ダンスシーンも、はい、ほらあれじゃない、2人センターバージョンのダンスシーンと、うん、アルノセンターバージョンのダンスシーンと表情全く違くない、うん、違いますね、うん、なんか別物って感じ、本当に同じ曲だけど、なんか逆にその表現できる幅が2つあったの、うん、すごい嬉しいなと思っちゃった、確かに、ね、よかったかも、ね、逆になんか歌番組でやる時もなんかいろんな表情、うん、どういう風にしようかっていうの広がっていきそうだし、確かに、うん、ダンスも歌パートもね、うん、違いますよ ね、はい、うん、いい曲、私はあれかな、こっちの方、あのアスカとミズキのダブルセンターバージョンの方が、うん、ダンスが踊れてる気がします見よう、真夏注目しよう、うん、ちょっと頑張ってね、あの初回の方も覚えたんですが、はい、そこにも注目してみてください、はい、え、言っちゃっていいんですか、何ですか、触りだけってどういうこと、え、ちょっと私あのいちご狩りに行ってきたんですよ、いいな、急にどうしたの、え、数日前です、え、何の仕事、え、これです、これで配信中、あ、配信中で、あのいちご狩りに行ってきまして、多分とあるメンバーとちょっとプライベート感満載のいちご狩りをしてきたので、あのそれが今度、まあ、いつかわからないですけど、もうすぐ配信されるそうなので、うん、皆さんいちご狩りも楽しみにしていてください、もうそういう時期か、楽しみ、いいね、美味しかったです、いっぱい食べました、よかった、楽しみ、はい、ね、またこういう個人の企画もたくさん上げていきたいと思いますので、うん、皆さん、あの楽しみに待っててください、はい、はい、はい、ということでもう46分ぐらい経っちゃったみたいです、はい、はい、それでは皆さん、この後の、うん、YouTube の、乃木坂46公式 YouTube チャンネルの方で解禁される、うん、ね、飛鳥山下ダブルセンターバージョンのミュージックビデオ楽しみに待っていてください、はい、ということで皆さんありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ、バイバイ、バイビー。